はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、先日勝ったよって言って皆さんのところに出したらね、とってもたくさんの人が興味を持ってくれたので、早速レポートをしたい。そんなソフトウェアです。スマート EQ といって、ソニブルという会社から発売されています。今日はお友達のシンガーソングライター亀岡俊之さんにですね、ご無理を言いまして、ドライなトラックを準備していただきました。どんな感じか、まずはドライのまま聞いていただきます。今日はきっといい日になるかな。笑ってられるかな。ささやかで。はい、こんな感じのポップスの音楽です。じゃあ早速やっていきましょう。右の方のエフェクトの方から指すんですけれども、これは一個一個に今日は皆さんに、ボーカルだったらどんな感じになるか、ドラムだったらどんな感じになるかっていうところを説明したいと思いますので、全てのトラックに入れたいと思うんですよね。スタジオ1ではこんなことができます。トラックをですね、シフトを押しながらこのように選択をしておくとですね、もう一気に一つに指すだけで全て指せます。はい、こんな感じです。まず、ボーカルからやっていきましょう。このソフトウェアは、この左のところに人工知能と呼ばれてる、ほんまかな、そんなアルゴリズムがありまして、このボタンを押して再生をすると、数秒間分析をして最適なものを作ってくれます。そして、ここがユニバーサルというふうになっています。このユニバーサルというのは、まあ一般的なという意味ですが、まあどれにでも幅広く対応するということで、このユニバーサルで一度やってみるのもいいかもわかりません。もしくはもう狙ってるターゲットがあるんであれば、ボーカルであったりとか、キーボードであったりとか、そういうのがあるので、選んでおいてから分析をかけるのもいいかもわかりません。じゃあやってみましょう。ここでボタンを押すと再生待機状態になります。今日はきっといい日になるかな。笑ってられるかな。こんな感じで、右の方のグラフが変化がありましたよね。ここは左の方から右の方には時間軸です。そして下の方から上の方が周波数で、下が低い周波数、上が高い周波数になっています。このように自動で分析をしまして、これをざっくり説明するならば、上の方、いわゆる高い方はあまりリバーブを残さない。そして真ん中あたり、中域の方にリバーブを残すと、そういうふうにも言えるんではないでしょうか。そしてこのように分析をしましたら、こういうキャラクターだけを分析するソフトです。ここからはとっても自由にブロック遊びでもするように変化をつけていくことができます。再生しながらちょっとやってみましょう。ループを作っておきますね。次にやっていくところが、この XY パッドみたいなところで、左の方に行けばですね、温かみのあるようなサウンドになり、右の方に行くと、どっちかというとリッチなサウンドになります。そして上の方に行くと、いわゆるナチュラルな感じになって、どんな楽曲にでもあまり邪魔にならない、そんな感じでキャラクターが作られます。そして下の方に持っていくと、人工知能が分析したものをあえて壊していくような、そういう形になっていきます。今日はきっといい日になるかな。笑ってられるかな。ささやかで小さな願い叶うといい上になるとな。すっきりしますね。涙はいらない。笑っていたいから。これでユニバーサルじゃなくて、ボーカルに設定をして、もう一度やってみましょう。で、僕たち。
少しキャラクターは変わりましたが、ここでの XY パッドでの挙動は先ほどと同じように右に行けばリッチな感じになりますし、まあここでですね、いわゆる自分の好みを作っていくという感じです。そしてここにはワイド、カラー、そしてこちらが明瞭さということになってますが、まあワイドはそのままワイドなんですけれども、カラーというのは明るさ、暗さ、そしてこちらの方は何とも言えないすっきりした感覚が上げることによって追加されていきます。ささやかで小さな願い叶うといいな、悲しい涙はいらない、笑っていたいから、まるで僕たち一人一人さ。そしてこの下はどのリバーブにもよくあるような形になっていまして、いわゆるリバーブタイムですね。今は 1.5 秒というふうになっていますが、プレディレイも変更できます。その下にドライウェットがあります。このリバーブを FX バスなどを作ってセンドリバーブでかけるときは、まあ、100% にウェットをする方がいいと思いますけれども、このソフトを使うからにはセンドリバーブというよりも各キャラクターに合わせた形にする方が僕はいいと思いますので、これはどちらかというとトラックに挿していくようなリバーブと考えればいいと思います。次ですけれども、こちらの方はリバーブの減衰していくところ累計ですね。そして次のパラメーターが広がりです。いわゆる今のラインで言えば、初めはあまり広がらないでだんだん最後は広がっていくというような形になっています。こちらの方は密度です。密度も初めはしっかりと芯を捉えて、そしてどんどん分散していくと、一般的な形としてはこういう風になっています。ここで一旦リセットをかけます。それで見ていただいたら分かりますように、今グラフはこんな形になっております。で、分析をしてない時は触れません。もう一度分析をかけます。そして画面下の方にはイコライザーがついています。ここでも微妙にはできるんですが、右の端の小さな三角を押すと、こういうイコライザーの画面が出てきますので、このイコライザーで自分の好みを作っていけばいいということになります。こちらの方はハイパスフィルターがかかっています。そしてこちらの方でクリックすると、ここは普通の EQ カーブを作れます。例えばこういうふうにこの帯域を好みのように上げていくことができます。そしてこちらの方はハイパスになってますので、まあ、ハイパスイコールローカットですね。ここで調整をしていけます。でもポイントを作ったりすることはできないようです。じゃあこれをいじりながら僕の好みに一度作り上げてみます。いい日になるから、笑ってられるかな、笑ってられるから少しずつ、そうちょっとずつ
はきっといい日になるから、笑ってられるかな、ささやかで。こんな感じかな。リバーブのかかりというのはものすごく皆さん個人個人、そして楽曲によって答えてないと思うんですね。だから、皆さんの好きなようにいじればいいと思うんですけれども、いじりやすい、このソフトはもういじりやすいです。とってもですね、僕はいいと思うんですよ。そして、まあ、これからですね、いろいろなところに合わせた形でちょっと作っていきたいと思います。声だけにしてリバーブの確認をしたいと思いますね。叶うといいな、悲しい。はい、他のところもやっていきましょう。次はハモリなんで、ここは飛ばしておきます。次はストリングスのリバーブを試してみましょう。ストリングスはちょっと深いめにしておきます。次はピアノです。はい、次はドラムです。ドラムというのはドラムがありますので、一度ドラムに変えてやってみましょう。スネアを中心に取ってみます。はい、次はハンドクラップです。今見えましたでしょうか。音が鳴ってるところだけを分析します。ハンドクラップの場合、タンとなってから一旦こう減衰していきますので、鳴ってる音で判断してる、いわゆる空白の音は判断の材料にはしていないという、そういう感じです。もう一度やってみましょう。はい、挙動が面白いですね。ハンドクラップちょっと響きすぎなので、リバーブタイムを落としてみます。はい、次はブラスです。ブラスの音のあるところをちょっと選択し直します。はい、次はベースです。ベースと思われた方もおられると思います。ミックスの、まあ、定石ではあまりベースをリバーブかけるということはそんなにないです。ですからプリセットのところにも見ていただいたようにベースという項目はありません。ありませんが、ちょっと今回は短くかけてみたいと思います。面白いですね。やっぱり低音はあまりかからないようにうまくできましたよね。確かに音で判断しているということがはっきりわかります。はい、次はアコギで、最後に装飾するようにかけてるアコギです。ちょっとハイを上げてみます。
いいですね。このイコライザーというのはもちろんですね、弦音に対してのイコライザーじゃなくってリバーブのイコライザーということです。残響音のイコライザーということを再確認しておいてください。じゃあ今適当です、一つ一つをいじったわけではないですけれども、これをすべて鳴らしてみて確認してみましょう。いらない、笑っていないから、今日という何気ない日を大事にしよう、散りばめられた星、無限の星は皆さんには何も言わないままアイゾトープのオゾンナインを簡単にアシスタントでかけてみました。そしてまだちょっと音圧が足りないと感じたんですけれども、そこのところはこうやって最後ですね、ウェイブスのアナライザーを使って、そして僕は最後にこの頃は D ポップマックスというですね、これで最後のマキシマイダーを調整します。やってみたいと思います。ラウドネスリセットかけておきます。今マイナス9 LUFS に設定しました。まあ、こんな感じでですね、このリバーブはキャラクターを音に合わせてうまくコントロールしてくれて、そしてその後は
いっぱいいじれるんですが、つまみを合わせてやっていくというよりも、ちゃんとビジュアルで見れるこうグラフ、上の方ではパーティクルですね、水玉模様みたいなのが大きさでこう表現できるので、今回はもう一つ一つはじっくりやりませんでしたけれども、思うようにですね、自分の好きなリバーブキャラクターに変えていける、そんな便利なソフトウェアだと思います。リバーブだけにしては皆さん少し高いという方もおられると思うんですけれども、僕はまだそんなに深くは使ってないですけれども、これはいいんではないかなと思いますし、逆にリバーブの勉強になりました。あ、このドラムの音だったらこのように周波数の低いところはこう伸ばさないで、減衰してきた時はワイド幅をどういうふうに持っていったら綺麗なのかとか、そういうようなことがすごく勉強になる、そんなソフトに感じました。皆さんの参考になりましたでしょうか。ということで今日はソニブルのスマートリバーブについてレポートしてみました。村長でした。